はい、どうも、シャーロックです。本日は RZ730、こちらを見ていこうかと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではトーチバーナー RZ730 見ていきましょう。これは集中炎っていう炎の出方をするね。じゃあ早速中を出していくんだけど、この裏の台紙が直接説明書になってます。まあ買った人読んでみてください。それじゃあね、あと何があるかな。アドバイスメモ、なんか気温が高い時の点火操作について、なんかこんなメモ用紙が、メモ紙が入ってます。あとはもう見たままかな。これパワーガスだね。見えるかな、パワーガスが入ってるのと、これが本体だね。じゃあ本体をクローズアップして見ていきましょう。はい、それでは RZ730 ドアップで見ていきましょう。まず接続部分、これはね CB 管を使うタイプだね。こういう感じの接続になっていますってところかな。あとはここを見ると、これがガスの量を調節するレバーだね。まあ見たままだけどね。そしてこの赤いボタンが点火ボタンだね。そして横を見ると、これ両方からどっちからでも操作できるんだけど、空気調節レバーがついてるね。閉じてればソフトな、マイルドなっていうか、炎、柔らかい炎が出るし、開けると見えるかな、開けると、一番の売りの集中炎が出るようになるね。ちなみにこれ閉じてても点火ボタンを押すと、点火するときは見えるかな、開きます。そう、空気調節レバーは閉じてても点火するときは連動して開きます。そんなところかな。あとはそうだね、火の出るところを見ると、ちょっとね、やっぱり凝った作りになってるね。こんな感じ。やっぱ棒状炎とはこういうところは違うよね。ちなみに映るかな、ここに火花が出るんだけど、映るかな。ちょっとやってみよっか。毎度毎度、映るかどうかわかんないけど、とりあえずやってみるんだけどね。まあとりあえずここから火花が出ますよってことかな。そんなところでしょうか。以上でいいかな。はい、それでは実際にガス管に取り付けてみましょう。まあ特に説明することはないけどね、映るかな、切りかきを合わせて押し込んでひねるだけ。はい、こんな感じで止まるから、これで準備完了かな。何だっけ、 ST418 かと違って、ここにパチンって止めるやつはないみたいだけど、まあそういう商品なのかなといったところかな。はい、じゃあね、次は、実際にこれを使ってなんか燃やすっていうかなんかやってみようかと思います。それではレッツゴー。はい、それじゃあね、早速これに火をつけていくんだけど、何やるかっていうと、まあとりあえずセブ入れで買ってきた、まあミートソースドリア、これの表面を焦がして、ちょっとより美味しくっていうのかな。まあとりあえずやってみようとかと思います。それでは行ってみましょう。さて、まず紙だと焦げちゃうから、まあ耐熱皿に移していくんだけど、まあね、もう十分焦げ目がついてうまそうなんだけどね、しょうがないね。とりあえず移していきましょう。さあ、どうしてもチーズの部分が下になっちゃうんだけどね、うまいこと移せるかな。はい、まあどうしてもこんな感じにはなっちゃうかな。それじゃあ早速点火。はい、若干炎見えるかな。じゃあ焦がしていきます。ちょっと
あ、ちなみにマイルドな炎、おっとっと風向きが、はい、マイルドな炎こんな感じね。無段階、まあ調整幅、幅っていうかスライダーは短いけど、調整途中で止めたりとかこういうことはできるね。はい、そんな感じかな。じゃあ焦がしていきましょう。あ、ちょっといい匂い、焦げすぎだけど。あ、ちなみにこれは点火後すぐ逆さにしても大丈夫な仕様だね。はい、そんなところかな。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。じゃあちょっと一回アップにしてみます。はい、こんな感じで焦げ目をつけることができました。まああんまりうまくはできてないけどね。まあとりあえず焦げ目をつけることはできましたよといったところかな。はい、以上です。はい、RZ730 実際に火つけてみましたけどいかがでしたでしょうか。ちなみにピント合う？はい、一回でも火つけるとこうなっちゃうね。はい、いかがでしたでしょうか。あとはね、もしまだトーチを持ってない人がいたら、初めにこの集中煙を買った方がいいかな。真ん中だと思うしね。で、もしこれで物足りなければ、よいしょ。ちょっと、缶は特殊になっちゃうんだけど、こういうスパイラル集中煙。これの方がもうちょっといいやつになるかな。で、あと、そこまで必要ない。もうただ、炎が出てくれればいいよっていう場合は、こういう棒状炎のね、これもそうだけど、棒状炎のトーチがいいんじゃないでしょうか。ちなみにこの ST418、これは1月に動画上げたかな。そして、まだ、それ以前から実は持ってるんだけど、STY、映る？ピントある？ STY419。まあ、こういうのも持ってるんだけど、いずれはこれもまあ動画にしようかな。まあ、これと変わんないけど、動画にしようかなと思ってるかな。そんなところかな。はい、以上でよろしいでしょうか。とりあえず、真ん中の、この集中煙、このタイプがおすすめかな。じゃあ、あとは、ちょっと映ってないね。この、よいしょ。このドリア食って帰ろうかな。じゃあ、この動画はこれで終わります。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。